僕らの別荘。いや、これは大問題だな。大問題ですね、正直ね。もう動画がもう撮れないんだから。うん、本当だよ。スタッフさんとかいないからさ、うん、もう自分たちで見るしかないじゃん、スマホの画面、うん、そうね。だからその今はこれ今インカメで撮ってるんだけど、うん、こうアウカメでね、うん、アウカメでアウカメでなんだろうけどね、撮るとやっぱこの止まっちゃってることがあるんだよね、うん、で最近その不具合が多いと。そう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 、まあ、これまでもからそう変えてからだよね。そうそう、ああまあ今度は俺だから画質悪いから、ね、せっかくだったらいいやつに変えようと思って15プロにしたの。プロだよ、うん、それが何がプロだよ。なあアマチュアだ、アマチュアだ。俺言おうと思った。俺が言おうと思った。俺が言おうと思った。じゃあ俺が言ったことにしよう。いいね、オッケーオッケー。テロッパーをね、じゃあじゃあ今俺のテロッパーをね、もうテロッパーをにして。それはテロッパーかな。そうだよな。いや、これは結構ね、確かにせっかく変えたのにさ、急に止まって。もうさ、この動画のタイトルさ、動画が撮れなくなりましたにしようぜ。スロー、スローぜ。するか。スローも、うん、うん、インプロ、そうか。なんだっけ、チタンになんか。だから俺らの動画って、うん、一言なんか言ってたら、うん、もうサムネにしてるから、マジ、うん、はい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 。煙のスケジュールが合わなくて動画が撮れなくなりました、うん、これ今サムネです。あ、言ったね。あ、言ったね。言ったもん。言えばいいの。それじゃない、嘘じゃない。言えばいいの。言ったんだもん。そうそうそう。言っただけだ。そこを切り取っただけだもん。そう、うん。言ったから。言っただけだから、別にサムネが合ってるなんて誰が決めたのかっていう。そうそうそう。話だから。うん。これ気づいてるみんな。インカメにしてから、めっちゃみんなカメラ目線だった。そうそうそう。不安だから。止まっちゃうんだよ、あれ。止まっては怖いから。一回もカメラ目線で喋ってたのに。あと、インカメンしてから止まんねえな。止まんねえ。そう、マジ意味わかんない。ほんとそうだな。悔しいな。インカメンにしました。サムネなんだよ。なんだよ。引きないと。弱いんだよ。嘘、インカメンにしました。引きない。全然。そうよ、そうよ。これは新機能なのかな、アップルの。アップルの新機能、あの、チタンになって、タイプ C になって、アウカメ止まらない。アウカメ止まれる。うん、これ。動画が止まんないと困るじゃん。あ、そこの判断できる。ありえる、ありえる。ありえる、ありえる。マジ、わかんないけど。勝手にシリとか反応するときあるでしょ。あ、ある。そういうので止まったりしてる。マジでありえな、ありえな。でもシリ設定してない俺。うーん。流すよ、全然流すよ。その名探偵みたいにこう来たときから流すよ。恥ずかしい。でもさ、なんか、まあ、iPhone ってどちらにすればなんか分かんない不具合多いじゃん。まあね。これじゃなくても、だからちょっともう、なんか、買う？そのキャメラ？キャメラ。まあ全然ここまでやってない方がおかしいからね。なんか俺結構いろんな YouTuber の人会ったりしたけど、なんか iPhone の人あんまいない。いないんだね。なんでいろんな YouTuber 会ってんすか。あ、俺 M1 優勝した。あ、M1 優勝したんだ。えぇ、おめでとう、おめでとう。ラッキー、よかったね。ラッキー、よかったね。ラッキーなんだ。ゲッチュー。 M1 ゲッチュー。 M1 ゲッチュー。ゲッチューか。ゲッチューしたから。そうなんだ。そうなんだ。それじゃあ合うんだけど、うん、やっぱみんなちゃんとしたカメラ使ってるわ。一眼の人がいるよね、でもね。うん、ね、いるね、カメラで動画をね。そうそう、そういう人もいるし、でもちゃんとカメラ、ビデオカメラみたいな人も多いし。あ、ね、あ、お父さんが持つようなやつ。そう、そんななんかちゃんとした新しいやつみたいなのあるし、うん、GoPro とかの人見たことないけど、GoPro とかでもいいのかな。 GoPro ってあの、こんなやつでしょ。なんか、フォト撮影とか、そっか、GoPro のイメージあるよね。確かにね、ロケとかやってるんですよ。あれ、何が優れてるの。画質は一緒ぐらい。わからん。まあ、4K とか撮れんじゃない。でもさ、画質って iPhone 15 Pro って相当いいでしょ。相当いいよ。マジ、びっくりしたもんね、変えて。だって普通に20万くらいすんだから。それはいいでしょ。いいに決まってるから。決まってるんだけど、でも、確かに GoPro は今撮ってる映像がスマホとかで確認したりするんだよ。このリアルタイムで止まってるかどうかはまあチェックできるかなっていうのは、ここで見ながらこう撮ってみたいとかみたいなのできるのかな。ね、YouTuber カメラで調べるね。一回ヒカキンさんは、ヒカキンさん何使ってる。 iPhone だったら面白いな。でも iPhone のパターンありそうだよな。ありそう。ヒカキンのおすすめカメラ、ソニー NEX-VG30H。 むっちゃ高いんじゃない。ちょっと待って、ちょっと待って、これね。はい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 。あ、全然、2014年の話です。14年じゃない、でもそれ今。それ今いい。片落ちして。今片落ちして安くなってんじゃん。14年なんて多分相当、うん。でもさ、もう十分綺麗でしょ。いや、悪いと思うよ。2014。全然違うと思うよ、多分。あ、そう。10年ぐらい前か。
はじめ社長も50万ぐらいのカメラとか使ってすんなよ。ほら。やだ。もうやだ。やだ。ダリ。ダリ。スマホで撮ろうよ。スマホで撮ろうよ。スマホが止まるんだもん。どうしたらいいの？どうしたらいいんだよ、マジで。おのでん行くか。おのでんだな。おのでんロケ。おのでんだ。おのでんロケ。おのでんってロケの曲4万ぐらいで買えない？ 4 万ぐらいで。1人1万 ?4 万で、4万で買いたい。うん、1人1万ぐらい。定価？定価4万なら、おのでんだと1万で買いたい。すごい。じゃあいい、おのでんだ。おのでん行こう。あ、逆に4万出せんなら、16万の買いたい。16万の買いたい。それだ。おのでんならそこまでいけちゃう。だからそれで16万で iPhone 15 Pro 買って、iPhone 15 Pro 買って、おのでんで買った、ディビデンで取ればいいんだ。そうそうそう。それだ、それだ、それだ。iPhone 15 Pro は。もうなんか確かに買うやつ決めるか。買うやつ決める今、うん、ちゃんと決めるか。今はちょっと時間かかるでしょ。そんなのやりたくない。そんなそんなの誰だよ。コメントでもらう、うん、本当 にマジで。そう、あの多分さ、 YouTube 見てる人って多分ちょっとそう違うじゃん、テレビ。あ、そうだな。だから YouTuber に詳しい人いるんだろうね。なるほど。この人これ使ってます、そう、この人これ使ってますとかだったらもう一番嬉しいし、でなんかいい価格のやつ。うん、まあそうね。でもさ、一応なんかそのなんて言うんだろう、野球選手のさ、なんとかさんモデル、少年野球でさ、使いたいとかあるじゃん、うん、そのやっぱ憧れの YouTuber と同じにした方がいいじゃん。確かに、まあ、確かにね。そうだな。え、確かに。誰？え、俺はあの上原浩二の雑談魂を使った。結果上原浩二モデルの上原浩二の雑談魂モデルのカメラがあったら最高。それも一番いいし、超面白い。あのそうだな、これね、YouTuber、 YouTuber モデルのやつにしようよ、それはやっぱり。俺もハガセブンかな。ハガセブン、誰がハガセブンって筋トレ系の。ハガセブン、メイド服着てね。そうそうそう、ハガセブン画質いいんじゃない。確かにその辺の人たちはいいかも。だから山沢さんとかも絶対いいから使ってるし。山沢さんってすごいな。綺麗だもん、なんか画質、うん、あれとかどうなってんだろうな。確かに山沢さんすごい。あんな綺麗なやつ。山沢さん別荘見てねえかな。山沢さん見てねえかな。なんか使わなくなったカメラとか送った可能性がある。山沢さん。誰かの。あとベンツも。使わなくなった。ベンツもくださいよ、山沢さん。調子悪くなって乗らなくなっちゃった。山沢さん。ベンツ山沢さん見てます、いつも。片トレの動画何回再生したか分かんないですけど。山沢さん。いつも4分ヒート見てます。山沢さん。上原さんもあの、ボストンレッドソックスの時の後ろのあのユニフォーム、なんか、くれませんか？あげるか、そんなもん。ワールドシリーズ優勝した時のあれ。大事だろ。大事だろ。あげるわけねえだろ。山沢さん、筋肉もください。何がプロだよ。なあ、アマチュアだ、アマチュアだ。俺言おうと思った。俺が言おうと思った。俺が言おうと思った。じゃあ俺が言ったことにして。いいね、オッケー、オッケー。テロッパーをね、じゃあ。じゃあ今、俺のテロッパーをね、もうテロッパーにして。それはテロッパーだから。